バーバラ・ベッドフォードは200本以上のサイレント映画に出演したアメリカ合衆国の女優。トーキーの到来とともに人気を失ったが、その後も1945年まで端役などで映画に出演し続けた。ベッドフォードはウィスコンシン州イーストマンにバイオレット・メイローズとして生まれ、シカゴで教育を受け、レイクビュー高等学校を卒業した。ベッドフォードは高校を卒業するとハリウッドへ赴いた。女優になる前、彼女は水泳やダンス、体操などの教師をしたり、経理の仕事に就いたりしていた。彼女は俳優ウィリアム・S・ハートに多数のファンレターを書き送り、ハートは自身が主演した1920年の映画、燃え立つ義勇で彼女が端役を得られるよう口利きをした。同年、映画、白観覧にエキストラとして参加した際、ベッドフォードはこの映画に出演していた俳優ジョン・ギルバートに認められ、映画監督、モーリス・ターナーへ推薦された。ターナーは、ギルバートも出演した映画、Deep Watersで役を与えられた。ターナーは、モヒカン族の最後でも、彼女を起用し、アラン・ロスコーが思いを寄せる女性の役を与えたが、この二人は後に実生活でも結婚することになった。1925年、ハートの最後の出演作品となった映画、広原の獅子で、ベッドフォードは、ハートの相手役を務めたが、その作品は、サイレント時代の主要な西部劇の一つとなった。また、1926年のサイレント映画、オールド・ラブズ・アンド・ニューや、ロン・チェーニーと共演した1927年の映画、マカリーにも主要な役を演じた。トーキーへの移行とともに、彼女の人気は衰えたが、1936年には、端役やエキストラとして MGM と契約した。インターネットムービーデータベースで確認できる最後の出演作品は1945年の映画ガールズ・オブ・ザ・ビッグ・ハウスである。アインランドの戯曲1月16日の夜にが裁判にかけられた女として1934年10月22日にハリウッドプレイハウスで初演された時、ベッドフォードは主人公アンドレを演じた。1921年、彼女はこの年の早い時期に出演していた映画ザ・フェイス・オブ・ザ・ワールドの監督アービン・ウィラットと結婚した。しかし、1年足らずで離婚した。1922年8月、共演俳優であったアラン・ロスコーと結婚した。二人は1928年に離婚したが、復縁して1930年に再婚した。二人の間には、一人娘バーバラ・エディス・ロスコーが生まれた。1933年に夫ロスコーに先立たれた際には、夫の保険金を娘の教育資金としたいベッドフォードと借金の回収を迫る暴富の旧友、ウォーレス・ビアリーとの間で訴訟が起きた。ベッドフォードにとって3度目で最も長く続いた結婚生活は俳優テリー・スペンサーとであった。二人は1940年に結婚し、スペンサーが死去した1954年まで添い遂げた。スペンサーに先立たれた後、ベッドフォードはフロリダ州ジャクソンビルに移り、バイオレット・スペンサーと名乗って小売業に従事していた。1970年代には娘と共にルイジアナ州シュリーブポートに住んでいた。ベッドフォードはフロリダ州ジャクソンビルで1981年10月25日に死去した。モヒカン族の最後で共演したベッドフォードと、後に夫となったアラン・ロスコー。物言わぬ北国よりのベッドフォードとフランク名誉。1922年のブラジルの映画雑誌、A Scena Mudaの表紙に描かれたベッドフォード。ありがとうございます。